はい、どうも、岸井です。ドラマの関由里子です。ボーカルの入江王子です。はい、お疲れ様です。はい、どうも。はじめまして。はじめまして。どうも、はじめまして。いや、はじめましてじゃないですよ。そうです、僕と王子さんがはじめまして。実はでも、はい、合ってるんですよ。え、そうなんですか？あれ、覚えてないんですか？覚えてないです。え、覚えてないです。私とだってディズニーシーで、はい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 、あったじゃないですか、入り口で。はい、ありました。その時に、一緒に連れてって、はい、あの時の、はい、マジっすか。あ、全然気づかなかった。忘れてた。忘れてたっていうか、太りすぎじゃない？それだとしたら。そうじゃない。それだとしたら。確かに。え？あ、そうだったんですね。お前のせいだわ。すいません。ちょうど1年。そうですね。はい。2年前。1年前の3月。3月だ。こいつの誕生日に連れてったんですよ。そう。そう、その時に実はって。あ、どうも、お久しぶりです。久しぶりです。すいません、なんか。10キロくらい太ったんじゃない？いや、ね、5キロ。あ、そうなの？結構じゃあ出やすい感じ。あの顔に出ちゃう。顔に出やすい感じ。そう、でも、いや、ここにも出てるわ。日々成長ということで。あ、なるほど。はいはいはい、そうですね。大事ですね。まあ、ということで、1年前ですよ。1年ぶりですね。1年ぶりということですね。はい、皆さんね、全然ご存じないと思うんで、はい、あの、っていうか、なんでこの3人みたいな。うん、っていうのもあると思うんですけど、キッシーさん誰その女って感じだと思いますよ。いやーそうかもしれないはい、出会いからじゃあちょっと、うん、いますか、ね、きっかけといいますか、この、はい、出会いはどこなんですか、うん、ここはですね、あのドラムマガジンの、あの、なんていうんですか、あれドラムマガジンっていうドラムの専門誌があるんですけど、はい、その雑誌が毎年、まあ、8月ぐらいにコンテストで題して、うんうん、このドラムマガジンに自分の課題曲をやって、でその動画をドラムマガジンに投稿するみたいなっていうのを、はい、YouTube にこうみんな上げて、それでエントリーするみたいな形だったんですよ。 YouTube にアップすることがエントリー。そうなんですよ。あ、同時なんです。そうなんですね。でドラムマガジンにはこの URL を送るんですよ、自分の。それで私はその結構毎年 YouTube にアップさせてもらって、そうですね、です、はい、でそれの2017年だから3年前、そうそう、僕がたまたま YouTube で本当流し見をしてた時に、この子すごいってなったんですよ、僕の中で。たまたま出てきたんですか？あ、本当おすすめ動画ですか？すごい、あ、じゃあ普段からちょっと音楽のことを見たりしてないとおすすめ出てこないですもんね。そうですね、やっぱりこういろんなアーティストさんのライブ映像だったりとか、なんかこうトーク動画だったりとか出てくるんですけど、あの、例えばジュディマリの拓也さんが本人が弾いてみたみたいな。ある、ある、見た、ね、見た、あれめちゃ、はい、めちゃめちゃ湧きました。僕ジュディマリ大好きだったんで、世代ですよね、はい、で多分まあそういった関係でおすすめ動画に出てきたのがきっかけみたいな、うんうん、でこの子すごすぎと思って、その URL をツイッターに貼ったんですよ。そしたらエゴサされて。エゴサしちゃうよね。エゴサしちゃう。そう。エゴサしてた。したら、なんか、その自分の関由里子って名前を入れてツイートしてくれてる人の中でも、なんかすごい反応されてるツイートをしてるなと思って。はい、そんなツイート自体が。そう。で、どなたなんだろうってこう。見て、あれ、どうしたんでしたっけ、リプライ送ったんですか。そうですね、リプをいただいて、でそこからちょっとか、こう、あ、私もディズニー好きなんですみたいな、確かそのやり取りで始まって、会ったことは全然、その後、本当に1年前くらい、ね、その1年前の、今ディズニーシーにいるんですって、キッシーさんに連絡したら、僕もいますって言って、懐かしい、なんかその会話が。で、あの、開演前にどこどこにいます。そうだ、そんな感じで、ちょっとそこで初めましてで、でも本当ものの10、うん、本当にその開演待ちのちょっとの時間で、うん、ですよね。そう、そうそう、あの入り口でミッキーとかミニーとかドナルドとかがこう、ショー、なんていうんですか、ショーじゃん、ウェルカムグリーティングっていう、あ、そうです、はい、ちょっとご存じない、なんでご存じない、全然全然、はい、やばいやばい。ちなみになんですけど、はい、その時たまたま席にもしかしたら動画にすると思うから動画回しといてって言われて、あ、それあるんですよ。え、嘘、あのドライブに上がってます。あ、じゃあクラウドに保存してる。ちょっと素材をマジですか。シェアします。わかりました。はい、あ、うん、そんな感じで ね出会いと、ただ全然そのそれ以降接点がなくて、まああの本当に SNS 上の
ネットも。ネットも。シボも。シボから。フォロワーさんみたいな感じ。本当に本当に本当に。なんかリプライで、なんかもう友達かのように絡みまくってるっていう。そうでも SNS でそれがね、醍醐味というか。そんな感じ。ここ、お二人はここはもともと同じ専門学校に通ってて、はい、同じクラス、はい、で、まあ、たまたま一緒のバンド組むみたいな学校の授業でそうそうそう、なってそっからいろんなバンド一緒にやって仲良くなって、うん、さらにはバイトまで一緒なバイトを始めて、そうそうそう、気が合いすぎて、はい、本当によく二人で飲み朝まで飲んでカラオケ行ってお互いの家に泊まって、ね、そうめん食ったりね、そう本当にあの男女の友情ってあるんですよ。マジで言いたい。本当に。まあわかりますわかります。うん、僕もねあの男女と共にウェルカムなタイプなんで。あ本当ですか。はい。なんかそう気が合いすぎてバイト辞めてもお互いが新しいバイト先に誘うみたいな。なんかかっこいいよ。そう。なるほどね。なんか。私できてるからお前もできると、うん、みたいな感じ、一緒にやろうよ、そう、あ、じゃあもう学生の頃からの知り合いとか、そうです、そうです、いまだに仲いいのは席くらいで、あ、そうなんですね、うん、そうですね、もう専門学校の人とほとんど絡みないけど、まあ、ここ行っちゃったんだ、波長が合うみたいな、そう、本当に波長が合うと思います。で、この子歌も曲も作るし、で、ましてや映像編集も始めたんですよ、ここで。何でもやっちゃう。何でも屋さんだ。で、私はもうドラムを叩いたりとか、まあ、ちょっと編集もしますけど、もうこの子に投げて、いろいろ。で、まあ一緒に、まあ、YouTube。よく言ったらクリエイティブな活動をできる声がいい仲間なんで。なるほど。仲間なんで。そんな3人がね、そうちょっととあるきっかけありまして。そうでも、この3人でやろうと思ったきっかけは、この2人の会話とか、そうですね、僕と関さんで、関ちゃん、2人で、はい、で、なんかこう、たまたま、そろそろコラボしませんかみたいな、ネットもだけど、そうライブに行ったりとか、そう、一応あったんですよ、あライブ来てくださった、そうそうそう、はい、うん、あれも去年ですね、おととし、アメリカ行く前ですよ、アメリカ行く前、あ、じゃあ去年か。うん、ぐらい。そうそうそう。でも、すぐ帰っちゃったんですよね。ああ、そう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 。まあちょっとね、やっぱ、ワンマンライブですね。ワンマンライブ、うん。そう。東京ガールズ女子。ああ、グルーブ女子。東京ガールズ女子。女子や。そう、東京グルーブ女子。っていうバンドを見て、そう。見てくれた。そっか、それのワンマンか。で、それで、キッシーさんとなんかこう絡みたい、私もディズニーは詳しくないけどただただ好きなんですよ、もうディズニーっていう存在が好きなんですよ、詳しくないんですけど、で、それを司ってるじゃないですかいやいや、全然わからないペーペーですだからもう下心ありありなわけですよ、私は。あ、なんか一緒にできないかな、この自分がなんかドラムをやってるのを武器にしてキッシーさんにもっと絡めないかななんて思っちゃったわけですよね。だからどっちかというと私がなんか今度コラボとかできないですかねチラッみたいなことを DM で送ったら、え、全然やろうよみたいな。そうですね、そう、うん、結構じゃんノリノリです、ノリでなんか一回流れた、なんか あ、そうなんだ、そうだ、一回流れた、だキッシーさんのやってることと私のやってることが全然違うから、どう絡めたらいいか分かんないなっていう。僕のチャンネルすごく今トーク動画ばっかりになっちゃってて、うん、キッチンからこういうアングルの配信ばっか見てますよ私。ああ、すみません。当初はやっぱ弾いてみたとかをこう結構やろうかなって思ってたんですよ、うん、ディズニー曲だけにとどまらずいろんなのがやってみたいな、うん、でジャンルも結構いろんなジャンルすごくなんかやって弾いてる方なんで、うん、本当ヘビーメタルから、うん、ジャズ、ファンク、クラシック、オペラ、まあ、オペラもあんまり最近聞かないですけど、まあ、レゲエとか、まあ、いろんなのを聴いてるので、幅広いですね、うん、そうそう、なので、まあ、あとは YouTube で使うジングルを作ったりとか、なんかこう DTM のやつやってみたいなみたいなこう感じだったんですよ。で、いざやってみたら全然時間がなくてそうそうそう、トーク動画だけがすごい人気になっちゃって今、人気というか、まあ、ちょっとね、好評いただいてて、うん、で、ちょっとその弾いてみたら全然できないなって言った時にお話をいただいたので、うん、お、タイミング
これはちょっと乗っかるしかないな、こっちも。であの私キングダムハーツ大好きなんですけど、キングダムハーツの曲をちょっと弾いてみたをやってて、ね、実はあれが一発目なんです、僕の顔出しの動画で一発目。そうなんだ。みんな多分あの視聴者さんも、あ別のチャンネルで僕は出させてもらったんですけど、なんかゲスト的な扱いで。ああ知ってますよ。そうそうそう。いました。ああありがとうございます。でそこでもう本当トークしかしてなかった人が突然弾いてみたをあげたもんだから、なんか皆さんびっくりされちゃったと思うんですけど。コメント欄弾けるのみたいな。コメント欄なんか爽やかみたいな書いてありましたよね。いやもう本当あれ一発撮り、まあまあ一応何テイクかやってますけど、うんうん、もう本当あのロジック、はい、ロジックプロソフトで、ソフト、ゲームのソフトで、もう弾きながら録音と、あともう撮影と同時スタートで。撮りながら、あ、そうなんです、撮りながら。やり方が分かんなくて、へぇー、そうそう、すごい、まあ。そこだけやって、あともうチーンみたいな。で一応 DTM でなんかジングル2、3曲作ったりはしましたけど、そうそう、でも弾いてみたら全然ちょっとできてないな。でもその弾いてるのを見てたから、あじゃあ演奏動画でこっちに寄せてもらえばいいんだみたいな。そう、それで、はい、じゃあ演奏動画でコラボみたいな感じはどうですかみたいなことを言ったんですよ、はい。だけど、どの曲をやるか、そう、やりたい曲や、うん、多すぎて、キッシーさんがやりたい曲がいっぱい出てくるんですよ、やっぱディズニー絡めたいし、私も、うん、この曲どうですか、この曲どうですか、この曲もあるんですって言ったら知らないみたいなすいませんみたいな、ごめんなさい、ディズニー、まあ、コアな曲もあります、ね、あそうそう、映画のね、使われるような、うん、こう、すごく広く一般的にね、あの、うんうんうん、有名な曲からパークの一部分でしか流れないような曲もありますよね。ピッシーさんの方がそのディズニー好きの人がどれで歓喜するかみたいなの分かってるから、そうだから、で、あのピッシーさんに選んでもらった方がいいなと思いつつ、なんかちょっとどうしようかなで一回流れちゃった。そうそう。ちょっと笑い知らなかった。そうそう。本当それが本当でも最近数ヶ月前ですよね。数ヶ月前。一回まず流れたって言っても数週間。うん本当に。でも片隅にはどうしようかな、キッシーさんとのコラボなんて考えてた矢先に、これどっちが言ってる、あ、もちろん、はい、そのディズニーシーで大人気 の、 あのファンタズミックっていう商品じゃないですか、はい、ファンタズミック、私のファンタズミックファンタズミック、あの私すごい好きなんですけど、もう見るたびに泣いちゃうぐらいなんですけど、うん、あれが終わっちゃったじゃないですか、3月でこの自粛期間で、2月の末ぐらいからあのディズニーシー、ディズニーランドどっちも、まあ、休園しちゃったんですけど、ファンタズミックの終了はその前にさらに発表されてて、うんうんうん、ちょうどもう自粛期間の休園が明ければラスト間に合う、でももう緊急事態宣言でもう開けられないってなっちゃったらもうラストを迎えられないっていうような最中だった、結局、まあ、公式からね、まあ、期間限定ではあったんですけど、ファンタズミックの配信があって、そこでラストを迎えた。あ、配信で。そうなんです。だからなんか、ワンチャン、私1月に誕生日ディズニー行ったんですよ。で、その時に見て、でもう1回ぐらい、ファンタズミックだけ見に来ようかなって思ったら、まさかの。まさかの。かなわず、で配信だけ見て、あ、でもやっぱ生で。へ、ね、そうそうそう。そうそうそう、だって思ってたら、はい、その後、ファンタズミックの後どうなるんだろうって、ちょっと、そのディズニーの公式もツイッターフォローしてるんですけど、はい、なんか、あの流れてきて、新しい、うんうんうん、ビリーブ、はい、シー・オブ・ドリームズ、はい、で、メインがビリーブで、なんかサブタイトルにシー・オブ・ドリームズっていう、うん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 、こういう感じ、あ、そうです、これこれ、はい、で、新しいショーが決まったってなって、で、キッシーさんも結構ディズニー周りの仲間、小仲間さんのツイートをリツイートしたりしてて、はい、そうで、ミーシャの曲だっていうことを私はそこで知って、私ちょっと知らない曲だったんですけどすいません、でもとりあえずキッシーさんにその曲ってもしかして一緒にコラボしたらよかったりしませんかみたいな感じで言ったら、はい、いいっすねみたいな、それが7月
くらいですかね。もう夏、うん、もう入ってましたね。結構なスピード感だったよね。そうですね。それでシー・オブ・ドリームスって知ってるって言われて、あ、はい、知ってるよ。知ってたのよね。知ってるよ。そこまではここの2人だったのが、そう、当然そのシー・オブ・ドリームス知ってるっていうラインが来て、はい、よし。知ってますよって話になって、しかも歌ったこと、そうそう、昔ライブとかでやったこともあって、そうなんですか、そうなんですよ、ライブでディズニーだけをやるっていう、ディズニーソングだけをやるっていうライブのアンコールで、もうやっぱディズニー好きな人のためにシオドリームスを3人くらいでちょっとパートナーとして豪華な感じで歌うっていうのをやったことがあったんで、え、もしかしてじゃあ視聴者さんの中に見たことはないわかんないですけど30人しか来れない役だったんで、あ、まあ、かなり来ないと思うんですけど、それでやったことあったんで、いや知ってますよって、めっちゃ好きだよって LINE 返ってきて、あ、やばいあ、やばいちょっと取り残された感じで、そうそうそう、なんか発音もしたけどみたいな感じなんですよね。そう、それで、うわ、めっちゃやりたいと思って、はい、ボーカルは正直決まってなかったじゃん。ボーカルをやっぱミーシャが女性だから、そうそうそう、女の子のボーカルにするかも、もしかしたら頼むかもみたいな感じで言われて、そうそう、でもめちゃくちゃやりたくて、はい、もうアピールして歌えますよあの、なんなら譜面も持ってますよ、持ってますなるほど。でもキッシーさんの中でも、でも結構ハードル高いよみたいな、あのちょっとこの2人の会話の時点で、うんうん、そう、僕単体で弾いてみたをやってもいいし、まあ、ドラムと絡めて、ドラムピアノってあんまないですけど、うん、やってもいいし、でもそこにボーカル入れるってなると、まあ、まずあのミーシャさんじゃないですか。ね。まず。そう。もうすごい、まあ、難しい曲だと思うんですけど、歌うのが。まあまあ、超変えたりとかも、もちろんね、あの、ハイキーが出る出ないもあると思うんですけど、うん、抑揚の付け方とか、もうとにかく難しいし、そこに、かつ、シー・オブ・ドリームスを歌うってなったの。ディズニーファンから見るあのシー・オブ・ドリームスって、もう神のさらに上みたいな。あの、海王神みたいな感じの。やばい。大丈夫かなっていう扱いというか、あの、一応ディズニーシー5周年の時に、うんうん、あの、まあ、テーマソングというか、そんな感じで発表されたのが、アニバーサリーソングみたいな。そうなんですよ、そうです、そんな感じです。まあ、まあ、そうですね、タイアップなになるのかな。そう、詳しくは分かんないんですけど、他の曲だと、本当にディズニーが用意した曲に、あのアーティストさんがこう参加するみたいな感じが多かったんですけど、その曲だけ、もうミーシャさんの曲みたいな感じで。確かにちょっとあのウィキ情報になるんですけど、あ、はい、ウィキで調べたらミーシャさんが実際にあのディズニーシーに足を運んで、うん、その場でこう歌詞を思い浮かべてなんか想像して書いたみたいなストーリーがあって鳥肌立った。もうね、歌詞一つ一つにもうこれって、うん、あ、これってみたいな、こうね、あ、なるほど、なんか歌っててもこう風景が思えるっていう、もうね、フラッシュバックじゃないですけど、そうっていうのもあって、ディズニーファンが、まあ、僕らのコラボの動画、まあ、多分もう上がってるんですよね、うん、多分そうですね、同時に入るくらいで、同時か、まあ、ちょっとトーク動画は後にしようかみたいな、ちょっと、まあ、今ちょっと作戦練り中みたいな感じですけど、うん、はい、はい、なので、相当上手い人じゃないと叩かれるかもしれないと思っちゃったんです、僕の中で、うん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 、ですよね、もう絶対、まあ、正しい判断、先に仮でいいから歌ったやつを送ってほしいって言われて、ああ、やばい、落とされたらどうしようそう、ちょっとね、本当こっち側からするとオーディションみたいな感じで、もう本当に申し訳なかった。いや、でも本当にオーディションに久々に臨む気持ちで、あ、はい、仮歌でレコーディングしてみて、でも連絡したその日に今夜撮ってくるわ、そう、もうめっちゃやりたかったんで、仕事めっちゃ早いんです、いや、めっちゃやりたかった、え、もうみたいな、もうその場でスタジオ予約して、今から撮ってくるわ撮って、はい、その日の夜に送り返したら、はい、なんか、めっちゃいいって言ってくださって、私も良かったって思って、でしかもあのクリスマスかなんかの時にお二人でなんかコラボというか、あ、そうです、私のチャンネルでクリスマスメドレーを作って
て、そうそう、その時もう見てて、うん、あ、そうなんですか、あ、そう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 、めちゃめちゃ綺麗な、もうなんか、なんていうんですかね、オリジナリティやっぱありますよね。なんか声が特徴的って結構言われて、うん、ライン回しとかも、うん、女っぽくもないし男っぽくもないし、なんかこう、あんましない歌い回しだよねとか言われてすごい、あ、そうそうそう、うん、そうなんですね。俺はなんかこう、例えばなんかこうモノマネこう、うん、まあ、良くも悪くもあるじゃないですか、うん、ありますね、テレビだったりもそうですし、まあ、YouTube でもやっぱこう歌ってみた系だと寄せるかオリジナル出すかみたいな、そうですね、まあ、これはもう完全俺大好きなオリジナル派だと思って、あ、なるほど、はい、そんな感じで嫌味っぽくない歌い方がいいなって思って、でしかもミンシャさんは女性だけど男性だし、キーを下げて歌うから、うん、ちょっと叩かれにくくなるかな、あでも、まあ、まあまあまあ、同じっていうよりは、まあ、ちょっとあのオリジナル感ちょっと出ちゃうかなっていうのがあって、あ、ね、まあ、男性なバージョンもいいかなっていうね、うんうん、でも実際いやもう2つ話ですよ、全然、うん、もうほっとしてなんか仕事取ったみたいな気持ちで、いや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 、やらないけどごめん、いや本当によかった、久々になんかオーディションを受かった気持ちを思い出して、あ、本当、なんかめちゃくちゃ嬉しかったんですよ、うん、っていう流れでね、そうそうそう、3人でやることになりました、はい、ね、まあ、ベースは私のお友達なんですけど、はい、ちょっとあの顔出し NG ということで、あ、なるほど、そう、音だけの参加を、音だけの参加をしてくれてます、はい、もうでもレコーディングもオンライン上で、そうです、今回全部リモートでデータのやり取り、うん、私も電子ドラムでやって、うんうんうん、みんな家で、そうです、僕もミディキーボードでやってる感じで、だから本当トーク動画で初めてこうご対面みたいな、そうそう、そうですよね、な感じですよね、その割に全然スムーズに喋れる、うん、まあまあまあ、まあ、そこは僕のね、あ、はい、さすがですよ、いや、すいません、ね、キッシーチャンネルなんですいません、まあまあまあそんな感じで、まあ、ディズニーシーの来年、まあ、20周年ではありますけども、今年が19周年の9月4日に、うん、今ちょっと8月の末に撮ってるんですけど、はい、間もなくあと1週間で19周年を迎えるということで、まあ、ちょっとこのタイミングで出すんだったら早くやった方がいい、うん、そうですね、ディズニーシーできたの5年ぐらい前じゃなかったかって感じなんですけど、だって小学校の時にディズニーシーができたお、そうなんや僕は高校生でした、うん、2年生だったかな、高校2年生、あ、そうなんだ、私実はキッシーさんの年齢は知らないんですけど、あ、そうなんだ、僕一応35です、あ、そうなんですね、もうちょっとで36、あ、それ隠してない、あ、そうです、あ、そうなんですね、はい、そう、なんかすごい、いや、僕はもう年だからって言うから、え、いやいや、本当に結構年季入ったいい感じの、まあ、もうアラフォーですよ、いやでも35まだ、はい、この35はいい、まあ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 見られてるからね、うん、まあ、お金かかってる、はい、お金かけてますね、はい、それ後で詳しくまあ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 っていう感じ、そんな感じですかね、うんうん、まあでもちょっと本当結構このリモートでこう歌ってみただったり聴いてみただったり、結構いろんなアーティストさんだったりとかこうやってたりするんですけど、生音が多くて、ああ、うん、あれは多分ズームじゃないですよね、ズームでせーのじゃないですよね、どうなんですか、多分ですけど別々で撮ったのをズームっぽくやってるだけだと思うっていう感じですよね、きっとね、そうで僕らがやってるのは全然違くて、本当にレコーディングスタジオをそれぞれ持ってて、でデータをクラウド上でガッチャンプみたいな感じ、そうですね、うんうん、もう演奏してもらったデータだけを送ってもらって、はい、それを誰かがチャンプするっていう作業なので、あの最初になんかテンポとキーを決めて、そうですね、っていう感じで、ちょっとあの今回の「シオドリームス」っていう曲はテンポがこう変わる部分がたくさんあるので、うん、それを合わせてないとバラバラになるのっていうことで、まずテンポを。テンポだけのクラスを、ね、はい、いただいて、テンポだけを送ってそれで合わせてもらうっていう、はい、そういう仕事も早い、ちょっと難しかったですね、でもいやでも3日ぐらいできましたよね、データ、うん、もうあれは頑張りました、いや、これ聞きながらやれば合うからみたいなのが、そう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 、最初もう本当になんか19周年9月4日もうちょっとですけど、
間に合わないんじゃないと思う。最初なんか間に合わない、いやもう無理でしょ、そうそう年末ぐらいに出せたらいいなみたいな。あ、そう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 だっけ、なんか9月4日、うん、どうだろうみたいな感じだったので、そうそうそう、私はなんかできるっしょって思ったけど、なんかそのタイミング逃したらちょっと遅くなっちゃうかもみたいな感じだったんで、うん、まあ頑張れたら頑張ろうみたいな気持ちだったんですよ。はい、頑張れちょうどずっと家にいたんで今だからこそ、ね、そうなんですよ、今結構暇だったんで、うん、もう今日やっちゃおうっていう感じでやって、はい、もう送りつけるっていう、ギガファイル便でね、あれは Google ドライブ、 Google ドライブに便利なんで、あ、そうですね、 Google ドライブ派で、 Google ドライブ大好きなんで僕ギガファイル便なんですけど、まあまあでも全然開けて、分かりますよね、分かりますよね、この辺はちょっと話がだいぶ脱線したんで、はいはいはい、それで、はい、まあ、テントだけ送らせてもらって、そうですね、まあ、じゃあ仮でレコーディングしてみましょうっていうことで、でも結構トントントンって進んだんで、うん、もう途中からもう光見えてきて、あ、絶対間に合うな、もうトンネルの向こう見えたんで、見えてましたね。あ、本当ですか。そう、結構ここというか、あのベースドラムさんはもうがっちりいい感じでもう合ってましたけど、ここもちょっとゆっくりしたいんだけどみたいなとこ結構あって、うんうんうん、でカウントに合わせるかドラムに合わせるかみたいな、カメントみたいな、難しいです、いや私も難しかった、うん、ボーカルはテンポをなんか合わせやすいんですけど、あーってできるんで、うんうんうん、できるんで合わせやすいんですけど、ピアノとかドラムってもうカウントにパンって合ってないと変な気がするし、うん、でカウントの頭すごい合わせるのがめちゃめちゃすごくて、うん、でもあれなんですか抑揚をつけすぎるんですよ、そう、そう、これ多分、まあ、僕はあのドラムの系統すごくファンだったのもあって、もう関ちゃん多分こここうしたいんだろうな、きっとこうしてたかったんだけどこう合わせたんかなみたいな、こう、うんうんうん、ちょっと垣間見えたのが部分が結構あって、ありがたい。リモートって難しいなって、そうそうそう、リモートならではの、じゃあ難しかった、でしかも、ね、音声では全くやり取りしてないですよね、電話、テレビ電話、あ、確かに全部全くしてない、メッセージのやり取りでした、 LINE だけ、うん、もうグループ LINE だけで文字だけでやり取りしてて、うん、まあ、こと足りたから、まあ、今回は大丈夫でしたけど、でも送ったのを理解してくれるから助かります、いや、もう仕事早くて、仕事早くてっていうか分かりやすすぎみたいな、いや、本当に、うん、なんか本当にこっちは送ってくれたのに乗っかってやるだけって済んだから、うんうんうん、なんかこっちが発案したのになんかいつもありがとう、なんか9割のビールを飲んでる、9割だからもうなんか大井さんのなんかすごい引き切っちゃって途中であれ大丈夫かないやあれは全然、むしろ多分大井さんじゃなかったらこんな早くできなかったです、ちょっと間違いなく、そういうの好きなんで今回のそのレコーディング CM ドリームスをレコーディングするにあたって凝ったフレーズとかここ聞いてほしいみたいなとこありますか、キッシーさん。あ、僕、まあ、元々バンドを20代の頃やってた時にもうすごいもう先輩だらけだったんですよ、環境がもう僕が一番年下でもうついていくしかないみたいな感じだったんですね。でその時にすっごい言われたのが、ボーカルは神だからみたいな、間違いないね、ライブに来る人たちはボーカルしか見てないからみたいな感じ、そう、もちろんあの楽器演奏全員ないと成り立たないんだけど、そう、9割9分もうボーカルしか見てないからボーカルの邪魔をするなみたいな感じの教育を受けてたんですね。なるほど。そうなので、あのまあおぶりだったりはこう何箇所か入れてますけど、うん、まあ、とにかくボーカルの邪魔をしないっていうのを、うんうん、に徹したみたいな感じ、うん、ピアニストの感覚ですよね、それって。あ、そうですね。でしかも主戦も担当しつつ、うんうん、あのまあ、主戦、おぶり、あとコードを、うんうん、全部やらなきゃいけないので、うんうん、まあ、ちょっとベースはもうベースに任せようみたいな、うんうん、なので、うんうん、僕がデータを送った時に、なんだこのシンプルなベースはって思いませんでした。あ、いやでもちょっともう割り切ってた部分はあるんで、あ、もうそのなんていうんですか、上積みの部分を弾いてほしいなと思って、ええー、そうそうそう、まあ、そうですね、今回ベースがいたっていうのは結構大きかったんで、しかも5弦ベースじゃないですか、ベースなんだこのゴリゴリベースみたいな感じ結構ずっしりした感じで、そうそうそう、まあ、それはそれで合ってたんで、まあ、いいかなと思って、
かってことですね。そう、想像の1個ワンオクターブ下で来てくれたので、うん、そうでも難しかったって言ってましたよ。あ、本当ですか。その最初の一応ガイドでピアノを入れて送ってくれたんですよ、うんうんうん、王子が。だから結構ベース部分を弾いてくれてて、なんかベースがどこまでピアノがベースを弾くのか分かんなくって、あ、だから多分語源にとりあえずしようって思って、しかもキーも下げてたから、そうそうそう、ちょっとね、原曲聴いた感じで弾こうとするとちょっとなんか変な感じになっちゃうのかなと思って。で、僕もボーカルが男性でキー下がってるから、あの多分原曲通りになるとかなり低く聞こえちゃうかな。うですね、なのでもうイントロから一曲多分上げて始まってます。なんかアウトロもかなり上の方じゃないですか。そうですね、でバランス考えると、あれこれ多分1オクターブそのまま原キーというか送られた譜面通りでやっちゃうとちょっと合わないかなみたいな、うん、突然なんかこうイントロが終わってボーカルが入ってきた時にあれみたいになっちゃうかなと思った、ね。まあ、こだわりといえば、まあ、そこぐらいですかね。バッチシャークしたと思う。あ、本当ですか。よかった。歌いやすかったです。あ、同じ。それ以外一番歌いやすいピアノってめちゃくちゃ。あ、どうも神です。歌いやすいピアノって結構弾くの難しいと思うんですけど、あ、まあまあコードだけ弾いときゃとりあえずみたいなのありますけど、中でもでもコードを弾きつつ、でもそのおかず的な飾りの部分も綺麗に入れてくれてたので、かなり歌いやすかったですね。アルペジオをこう何箇所か入れようかなとも思ったんですけど、まあ、やっぱボーカルとちょっと被るのが多いかなと思って、難しいですね。そこは結構難しかったで、一番最初仮で録音したのも二分音符ばっかりだったんですよ。ああ、確かに。最初でドラムとベースが入ってくるまで二分音符で伸ばしっぱなしにしようか、シングル聴かない方がいいのかな、ちょっといろいろ葛藤もあったんですけど、まあ、最終的にはああなったみたいな、いい感じになってますね。本当 URL 概要欄に。あ、いや、はい、そうですね。まあ、本編はちょっとね、途中途中でこう、まあ、差し込めたら、うん、このトークにも差し込めたいなと思ってるんですけど。確かに確かに。ぜひ見てほしいですね。ね、はい。ちなみにドラムは凝ったフレーズ。凝ったフレーズ。いや、まず凝ったっていうか、このテンポが遅くなってバーンって入るみたいなの、うんうんうん、マジ難しかった。難しかった。ちょっと話戻っちゃうかもしれないけど、で普通やっぱみんなで集まって目配せとかしながら行くよこんな感じみたいな、でみんなドラムに合わせてくれるみたいな感じなんだけど、やっぱみんなそれぞれ遅くしたい感じとバーンって行きたい感じ別々だし、感じ方がでもテンポのガイドはあるし、それが結構やり直したもんね。そうですね、うん、ベースとも合わなくってベースは結構後ろに引っ張るけど私はどんどん前に行くしみたいなのが結構難しかったから、でも最終的にはうまくいってると思うので、うん、ラストのサビ前とかちょっと聞いてほしい。なんかいい感じ、あのね、あ、2箇所だけすごく、あ、もうこれ関ちゃんっぽいみたいな最初の2サビかな、2サビで、うん、1回ピアノのボーカルだけになるじゃないですか、ちょっと静かになって突然出てくるメタルドラマメタルちょっとぶち上がる瞬間が来ます。うお、ハードロック来たみたいな感じの。確かにみんな普通だったらこうみんなぬるっと入ってくるところを私はバンみたいな感じで入って私やでみたいな感じで入りたがる。結局は多分タムかなんかで回す予定とかですね。ちょっとこう静かに入っていく感じなんですけど、関のドラムは多分もうパーンって入ったんで、そうそう、もうそこにがっつり俺も乗っかったみたいな。そう、あの全員何にも言ってないのにみんなガンって合わせてくれてえ、バンドリモートで感じたみたいな。そう、リモートで感じた。バンドっていいなってバンドっていいなってそうっていうのと、まあ、やっぱりまあ、私は結構ガが強いのでそれがドラムにも結構出てるんですけど、それ結構バラードなんでこの曲後ろでこう邪魔をしないようにってするのが普通だと思うんですけど、どうにか爪痕残したいみたいな。ラスサビの前がすごいですね。あ、そう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 。ダダダダダ。そう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 。あそこ、あ、これ関ちゃったわ。もっとちょうどいい。怖いわみたいな。あ、起き上がり方がやっぱすごいと思って。もうなんか畳かけるのがすごい好きで、うんうん、なんか盛り上がるときはがっつり盛り上げたいから。
なんかこうでも手数を増やしたいんじゃなくてシンバルをちょっと増やして盛り上げてる感を出してボーカルを邪魔しないようにしてるつもり。いやでも結果相当良かった、めちゃくちゃいい感じに。一回でもそのラストサビ前のあれは仮の時はなかったよ、なかったね。で本編っていうかこれで完成ですみたいなのを渡されて、あれその時僕ピアノでしたっけ、その後に来た。あ、そうか、一回仮送ってさらにもう一回本編を送った。あ、そう記憶が LINE のログ見ないとみたいな、分かる。そうこれはもうこれ乗っからないとダメだみたいな、でもドラムの先輩にその完成品聞いてもらったら、うん、もうめっちゃダメ出しされました。そうなんです。嘘、ドラム寄れすぎじゃんって言われて、これ使わなくてもいいけどそういや、あのことを弾いてみた動画、この YouTube だったり、うん、あのもうなんかこういろんなアーティストだったり素人だったりがこう弾いてみた、うん、ニコニコ動画だからこう、うん、波があるみたいな、ありますね。徹すると再生されない、それあお利口さんに弾いてみたんですねみたいな、うんうん、何を見てほしいんだっていう感じがする、ね、そう、うん、もうこの今回のコラボの CM ドリームさん、もちろんボーカルも活かせないといけないんですけど、うん、それぞれのパートがちゃんと前に出てるっていう、それいいとこかなっていう感じですね、うん、なんか東京事変とかって椎名林檎さんがいらっしゃるけど、みんな目立ってるじゃないですか、それぞれ。確かに。そう、畑俊樹さん、私大好きなドラマなんですけど、なんかこうでもめっちゃ盛り上がってる時とかすごい激しいけどうるさくないしちょうどいいみたいな、で叩き方とかもそういうのをちょっと参考にはしてる。へえ。そう、マネとかじゃないけど、まあ、インスピレーションというか、そうですっていう感じがなんか伝わる。あれよ。めっちゃこうさ。そういうところをね見てほしいなと思います。ボーカルは、ね、最後。ボーカルも2つかな、2つあって、うん、一緒のところでその最後の転調前のサビ、はい、に向かうとこで息が続かなくて、気づかなかった、そうだね、息結構ずっと伸ばしてって最後のサビに入るっていう入り方なんですけど、その最後サビの前の伸ばしてるのも結構長くて、その前から吸えないんですよ、吸えないですよって言って、やっとサビの前で吸えるんですけどってなりすぎないようにっていう吸い方しないとなるほどってなっちゃうんで、ブレスは気使いますよね。そうなんです、マイクに入っちゃう部分なんで、そこを僕もねちょっと弾いてドラム、あのドラムのボーカル弾いて、はい、コーラスすげえと思ったんですよ。もう一個がコーラスなんですよ。あ、なるほど先にそうアンサー言ってくれてありがとうございます。なんかコーラスが僕すごい好きで、もともとコーラスの仕事をしてたんですけど、その最初、シーオブドリームスを歌った時、ライブでやった時もコーラスをやったんですよ。コーラスのアレンジとかもしてて、それでコーラスをやりたいがためにシーオブドリームスを選んだみたいなところもあったんですけど、ライブでは。ライブの時、はい、そうなんで今回もちょっとコーラスはもうほぼ原曲を完コピじゃないですけど、ほぼ拾って同じような感じで入れてます。で特にその最後のサビから後はもう逃さないように原曲のコーラスを逃さないでめちゃくちゃ聴いて、はい、全部自分でコーラスを入れて歌ったので、ちょっとそこを結構コーラス注目して聴いてほしいですね。なんか原曲もやっぱりコーラスはもちろん入ってるんですけど、コーラス、まあ、多分ミックスの関係もあると思うんですけど、はい、かなりコーラス分厚くというか、うん、前に出るコーラス入れてもらってますよね。めっちゃ良い。2パート取ってるんですけど、うんね、ハモリが2つあるみたいな感じなんですけど、サンドボールですか。上下で挟んでるのもあるし、上2つもあるんですけど、それ2パート全部ダブルって言って同じのを2つ立ってるんです。あ、なるほど。なんで4つ重ねてるんですよ。4つ流れてる感じです。へー。それをこう混ぜてる。うん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 。そのコーラスもあって、僕ちょっとやれること結構増えたなみたいな。
あ、そう、多分そうですよね。ピアノと被るとこうっていうか、いい意味で、あ、ここピアノ弾かなくていいみたいなところがあって、コーラスが言ってくれてるなっていう。そう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 。ね、すごいいい仕事してる。でもたった4人でやったけど、結構なんかスカスカになっちゃうかなって心配だったけど、音楽が豪華な感じにしたかったんで。本当はだってストリングスとか入ってるじゃないですか。まあ、入れようかなって思ったけど、せっかくこの人数でやるんだったら、この人数っぽい、なんていうんだろう、厚さみたいな感じを出せたらいいなと思って、温度感というか、そこでこう変にね、いろんな楽器入れちゃうと、じゃあもっと原曲に近づけたらって話になってくるなって思って、ね、このなんか、まあ、ベースも入れて4人らしさみたいな出せたらいいなって感じで、まあコーラスがそれを助けられてよかったなっていう。いやもう本当あのコーラス、しかもコーラスってまあ多分一人でやったからもあると思うんですけど、最初と入りと最後が合わないとかありません、コーラス何人か複数でやると切るときとか結構そうコーラスって結構ね、皆さんまあ、テレビの番組とかで、あ、なんかコーラスの人がいるんだみたいな感じで思うんですけど、コーラスクソむずいじゃないですか。難しい。めちゃめちゃ気使うし、まあ複数いればいるほど、もう本当小学校中学校の合唱コンクールじゃないですけど、あんな感じでいたら本当にもう舐めたらあかんでみたいな感じじゃないですか。今回シーオブドリームスのシーオブドリームだったらよかったんですけど、シーオブドリームスがあることによって、絶対にそこを合わせないと、その例えばシーオブドリームスってこの、が、もう意識しないとそう、それが、それが全部あってるから結構難しかったですか。これはすげえ逸材だなみたいな。でもマジ早かった、納品してくれた。そう、納品がめちゃくちゃ早くて焦った。本当になんかその際のちょっといかんそう、ね、なんかレコーディングは1時間で終わらせたいんで本当にありえない。1時間で終わらせたいなって思ってる。皆さん、どんな方、この子使いますよ。お仕事、あ、じゃあ概要欄にそうですね。神と申します。そんな感じで、まあ、リモートでやってみて、はい、まあ、難しかったなと思うんですけど、うん、まあね、よかった、2回目、3回目。お、ね、え、どうですか、やりたいなぁなんて思ってるんですけど。キッシーさんがね、やっぱ。いかがでしょうか。いや、そんな、全然。懲りたよ、この、もうこれでって。ね、いや、まあ、難しいところ、やっぱ反省点というか、うん、次回やっちゃう、これはちょっともうちょっとなんか突っ込んでやんなきゃいけない。あー、確かに。作戦練ってやりたいですね。あ、まあ、もうちょっとなんかどれぐらい原曲に近づける、これは絶対披露とかっていうのをもうちょっと確かに、会って話せなかったら、ズームとかで、ちょっと作戦会議して、ちょっと詰めてからやるって、今回結構、一発だったじゃないですか、スケジュールも。そうです、もうやろうって決めてから、はい、レコーディングって入っちゃったんで、次やるとしたら、こう、練って、期間を取ってやりたい。でも相当、もう50万再生されるぐらいのやつを作る。いや、ほんと、100万再生とか。なんかディズニーのカバーって言ったら、この、まあ、3人と、まあ、4人、確かに。じゃないぐらいに、あ、どうするか。例えば、デュエットとかはどうですか。多いですね、ディズニー。そうそう、あ、確かに、ね、アラジンだったりとか、ビジョンとやりだったりとか、映画のとかもあれば、ディズニーのリゾート限定というか、パークの周年、今回のシール・オブ・ドゥ・ユニスもそうですけど、結構やっぱりあるんです。東京ディズニーランドの25周年、まあ、リゾートか、全体の25周年で、魔法の鍵っていう曲があるんですけど、それはもう完全デュエルなんです。ちょっと。でもシーオブドリームスも別バージョン聞いたら、デュエットバージョンみたいな、デュエットまでいかないけど、かなりがっつり男性女性で分かれてるやつもあって、確かにダブルボーカルいいですね、っていうのもいいかなと思いました。歌いたい、歌えばいいじゃん。歌いたい歌うみんな。ないその曲、僕は全く。あ、もうでもなんかいい声してますよね。いいなんか喉が見えてるんで。本当にめっちゃいい声。低音はまあ全然いけるんですけど、やっぱ全然声帯作れてないし。とかなんかコーラスちょっと参加してほしいなみたいな。確かにみんなでコーラスしてる
映像とかあったらいいよね。なんかリクエスト欲しいよね。あ、なんかリクエスト、ディズニーのこれ聞きたいみたいなのか、よかったらね、コメントで。今回のそのシーオブリームスは、関ちゃんの動画で、あのチャンネルでアップしているんですけど、うん、まあ、次回あったらじゃあそれぞれでみたいな話も一応あったりはするし、ちょっと今後どうしようかっていうのは、まあ、またおいおい。とにかく見切り発車って言ったから、ね、今回そう、今回見切り発車すぎた、本当に。でも映像は真面目にやってますよ、本当に。ネットもから始まってから、ね、そうなんです、戻るけど今日仲良くなろうとしてるから、ね、なるほど、じゃあこの後行きますか、はい、あのビール一桁さんです。くんまー、はい、いけます。けますけますもう仲良し。やるね、こちら仲良し。こんな感じで次回もやれたらいいなと思ってるので。そうですね、はい、ちょっとこのトーク動画も、うん、あの演奏レコーディング最中にやりませんかって僕はちょっと言ったんですけど、そう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 、あの演奏動画出すだけじゃなくてトーク動画、トーク動画、うんうんうん、絶対って言ってくれた。僕のチャンネルはね、あの本当なんか長い動画でも全然再生していただける、あの視聴者さんの方は、民度、いや本当にありがたいところなんですけど、まあちょっと いいとこ取れるかなみたいな感じで、うん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 、なので次回はじゃあ王子さんのチャンネル、いや実は最近2人でチャンネルを作って、そうなんですか、今までその関のチャンネルに僕が編集を したりとか、ボーカルで参加したりとか、なんかちょっとスタッフみたいな感じで入ってた。はい、それとは別で2人でチャンネルをおまず作っただけ。あ、そうなんですか。それは公開して大丈夫か、あの概要欄で。ああ、まあ、まあ、1個も動画ないんですけど、それでよければ。なるほど。じゃあそこに僕が乗っかるって。あ、それはありだと思います。そうそうそう、あ、だからそう、この後、ちょっと協力してもらってもらったコラボ動画をもう一個撮ろうかなって思って、もしかしたら上がってるかもしれないです、はい、こっちのチャンネルに。なるほど、上がってないかもしれないです。わかりました。まあまあ、全然全然僕はあの、はい、暇なんで。暇でもないか。暇でもそう、あの今回のこの Sea of Dreams のレコーディングとあの撮影とで、相当ちょっと時間取られちゃって。お、久々に弾いてみたので、もうほんとドレミサッパープラシドの基礎練からやってたみたいな感じだった。手が慣れないと弾けないですもんね。慣れないと、ほんとに弾けない、もうびっくりした、弾けなさ具合にびっくりして、わー久々にやるの、毎回そうなります。いやー、コードのね、あの種類だったりとか、特に今回セブンすごいじゃないですか。ちょっとコード難しいなとは思いつつ、まあまあまあ、出てきてサス4か、うん、ディミニッシュかぐらいですけど、うんうん、頻繁に出てくるわけじゃないですけど、うん、まあもう本当手癖がちょっとみたいな、難しかったなとは思いますけど、でも弾けてたと思います。いや本当なんかすっごい謙遜してたから、うん、まあでも現役引退されてるって言ってたし、ね、まあしょうがないよなぐらいに思ったら、全然いいね、全部使ったんで、ピアノトラック、まあ、保険かけられてたわ。いや、本当に最初、もしピアノがスカスカだったらっていうのを考えて、あ、それも待って、コーラスをね、ちょっとピアノももう1トラックある作るかもみたいな感じだったんですけど、ピアノもがっつり弾けるんで、そうガイドはご自身で弾く、ガイド自分で弾きました。すごっ。そう、だからガイドと、カウベルか、カウベル、カウントと、うん、あれがあって本当助かりました。でももう1トラック必要ない感じだったんで、ちょいちょい足したぐらいですかね、後から。そうです、多分音楽やってる人が聞くと、え、何これ一人じゃないくないみたいな、多々あると思うんですけど、ですけど、まあ一人じゃないんで、一人じゃないんで、一人じゃないんで、そんな感じ、はい、そんな感じですかね、うん、はい。まあまあ、ちょっとご好評いただけたら、じゃあ第2弾です。やりたい。リクエストとか。はい、それやんなきゃいけなくなっちゃうじゃん。もうやられたくない。リクエストも候補に入れますっていうことで。ああ、なるほど、なるほど。そういう手で。いや、じゃあ、ちょっとごめんなさい。伝わってなかったらごめんなさい。やりたい曲がありすぎて。ああ。ちなみに、はい、やりたい曲なんですか？なんかこの間クリスマスをなんか送ってくれたじゃないですか。あ、ウェルカムトゥクリスマス。あれがいいなと思って聞いてます。そう、だから季節のその節目にこのコラボ動画を上げたら、今こう
何でしたっけ、ショーとかがなくなっちゃってるじゃないですか、季節ごとの。そう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 、パークでは。まあその、それに変わっては無理だけど、なんかちょっと楽しめたらいいなと思って、そういうイベントごとにやるのもありかな。確かに、季節ものみたいなのね。そう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 。ちなみにやりたいとか。え、私私だって、ああ。みんなやりたがるよねっていうのしかちょっと出てこない。でも一応ちょっと何とか。え、あの美女と野獣の、あの朝の風景がめっちゃ好きで。渋いとこ来るね。あれ吹奏楽部入ってたんだけど、はいはいそうですね、美女と野獣とかアラジンとかリトルマーメイドって絶対やるんですよ。大体でメドレーで。で朝の風景めっちゃ楽しくってそれをやりたい。でちなみに、うん、ライブでやりました。おじさん役は？おじさん役。おじさん役。あでもメインはちゃんと女性だった。女性2人と僕でやりました。はい、ああなるほどね。ちょっとライブめちゃ興味あるんですよ。ライブあの年に1回しかやってないんですけど、多分今年やらないんで呼べないんで人を呼ぶのもちょっと申し訳ない。まあ無観客で来たらっていう話なんです。そうなんですよ。すね、だからちょっとお休みしようかなとして。っていうか今回のあのシーオブドリームスもそうですけど、お金かけすぎじゃないですか俺ら。そんなことないですか？機材。あれスタジオ代くらい。いやいやいや、もっと他でかかって、もともとの機材でかかって。あ、まあもともと機材持ってるので。でもあるじゃないですか。もう なんだったらもう全員スタジオミュージシャン張りの。まあ確かにまあ、そうですね、家でちゃんと撮れる感じの環境でやってるし、あとまあミックスとかもね、うん、あれは外注っていうか外注です。ああ頼みました。マスタリングとか全然わかんない。バウンスしかわかんないですよ。何でも頼もうっていう。あ、まあ、得意な人にやってもらった方がいい。絶対いいミックスは、まあまあまあ、いやもうミックスで最終で上がってきたやつなんだこれみたいな。めっちゃいい。違うんですよ。あのなんか仮ミックスの時が来た時はここもっとこうしてほしいみたいなのがあったんですけど、最後マスタリング来た時にえ何も言わなくてよかったよみたいな。すごい。そう。ミックスしてくれる人とのやり取りでも難しいなって今回思って。あ初めて人に頼んだ。あそうだったの。こうやって言わないといけないのかっていうのを全然知らなくて、いつも自分で適当にやってたんで。これも言わなきゃ、あ、これも言わなきゃだったっていう。そう、だからエンジニアさんにもちょっとご迷惑をおかけしつつね。うん、まあ、2回目は反省点を生かしてやろうかなっていう感じで、まあ、あればね、うん、やりましょうよ。やるなんかやるちょっと逃げ道つくそうそうそう、え、やるとはでも言ってないよ。やるとは言ってない。詐欺師じゃないですか。いや、やる可能性もあるっていう話をしてるだけです。まあ、タバコ忙しいねこっち。そうですよ、ね、毎日掃除かけすごいんだから。あそう床ピカピカですか。本当キッシーさんちお邪魔してますけど。スケートできる。スケートできる。すごいよ。いやもう忙しいねマジ。お掃除。お掃除洗濯も毎日回してんのから。まあまあじゃあ時間あったらやりましょう。やりましょう。やりましょう。時間を作ってやりましょう。時間を作ってやるのができる人です。そうですね。はい。ということで、はい、じゃあまあめっちゃ長く1時間ぐらい喋ったんですか。そう。ぴったり1時間くらい。でもこれキュッてしてもらうので。確かにほぼほぼ丸々全部使うかもしれない。本当に。漏れてないとこは使わないように。あ、ほんとですか。なるほど。なんかじゃあ全部混ざり角度この角度を超ブスなんで、あの こうしてるとこだけお願いします。うん、ずっとしとけよこれ。そういうキャラだよね。いや、まあ、でもね、この華奢の体であんなパワフルなドラム出てくるって誰にも思わないと思う。腕よりスティックの方が太いんじゃないかっていう時ありますからね。いや、マジでほんまに。あのそれぞれのチャンネルの概要欄にあのリンクも貼ってるんですけど、うん、あの僕がもうちょっとねファンになって一番最初の2017年の動画もちょっと貼っておきたいなと思うので。それはいい。またドラムマガジンあるんですよ今年も、ね、うん、で応募するかはちょっと分かんないですけど、うん、とりあえず映像だけは作るって決めてて、あそれももう、はい、あの日取りも取ってあるんで、今年の曲はマジ難しいんでよかったら10月ぐらいに上げるのでそれもチェックして楽しみです、はい、ね、はい、ということで、すみません、最後までご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、で、なんか締めどうしようかな。締めよう。あの、本編の動画も
あ、そうですね。っていう、はい、本編の動画ももちろんリンクに貼ってありますので、はい、はい、ご視聴いただけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。キッシーさん、お手製のミートソースを食べます。あ、そうですね。ちょっとこの後、うん、ザンビニリストランっていうのが、ザンビニブラザーズリストランっていうのが、公式のね、ちょっと出てたやつをね、あの、2人にご馳走しようかなみたいな。こんな感じで、はい、はい、最後までご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、キシーでした。関ゆり子でした。ひげおじでした。はい、また来てね。バイバイ。バイバイ。